4点目ご紹介していこうと思います。はい、よし、ではいきます。シャツスリーブニットワンピース品番が E-2822 でございます。こちら予約販売で9月下旬予約販売になっております。はい、お色が福ちゃん着てくれているブラック、はい、はい、そして手に持ってくれているグリーン、はい、はい、そして私みーちゃんが着ておりますベージュの3色展開になっております。お値段いきます。じゃじゃん、3990円。イエーイ。でこちらが、8月18日水曜日です。11時59分まで送料無料の特別価格です。ポイントお願いします。はい、これはですね、ニットワンピースなんですけど、ここの袖口がシャツ生地とドッキングの異素材ドッキングになっているので、ちょっと離れ感ある感じで着ていただけます。で、身頃はね、結構ゆったりしているので、うん、体のラインは全然拾わないです、うん、で、ライン、シルエットは結構アイ型のラインでストンと落ちるようなライン、シルエットになっているので、これにね、こうボリューム袖が生えて、すごく可愛いデザインになってます。で、可愛いポイントが、ここがね、このカフスの部分が、ニット素材になっているので、キュッキュッとしているので、これをね、またちょっと下ろしてもらうと、大人っぽい印象で、またちょっと違う印象で着れるんですけど、これ上げてもらうとキュッと止まるので、ここの袖感をふんわりとしてもらうと、ちょっとフェミニンな感じで着ていただけるかなと思います。はい、ありがとうございます。タコタコ袖が可愛い。重たいですか？あ、確かに全然重くない。そう、なんかニット着てる感覚がなかった、はい、ニットワンピなので、もちろん軽いですとは言い切れないんですけど、なんかニット自体にめちゃくちゃ重みがある感じではないかな、一般的な、はい、重さだと思います。はい、はい、グリーンも可愛い。今年はグリーンばかり買ってしまいます。わかります。すごいトレンドなので、本当に今日のコラボにも結構グリーンが流行ってますよね。はい、ですね、みーちゃんの身長でもいい丈感だね、かわいい。そうなんですよ、スニーカーで着て、足首そう見える丈ってあんまりないので嬉しいんですけど、福ちゃんぐらい身長があって、さらに上の方もこうやってショートブーツを合わせていただくと、ちょっとだけ足の隙間から肌が見えてかわいいと思います。薄めのニットかなっていうのさんは、ごわついてはないですけど、薄めっていう感じでもないかな、本当に。そうよね、はい、結構普通のニットで、今着るのは暑いと思うんですけど、予約なのでいい感じの時期には届くと思います。9月下旬頃ちょうどいいかなと思います、縦で見せるとこんな感じ。いつも私 T シャツの生地とかね、こういう風にして見せるんですけど、ちょっと違うの分かりません？最近見てた生地と厚みが違う感じしませんか？なので本当に結構冬に着るニットしていただいたらいいかなと思いますが、いい感じに予約販売になって、はい、邪魔にならない時期では続けられるかなと思います。はい、ニットはチクチクしませんか？この質問も久しぶりは確かに1年ぶりですね。どう？ニットはね、ウールとかだったら結構チクチクしちゃうと思うんですけど、これアクリルでしたよね。やったと思うんですよ。なので、あんまりチクチクはしにくい素材感かなと思います。ちょっと敏感肌の方とかはみんな着てもらった方が安心かなと思います。はい、ありがとうございます。ですね、下ペッチコートいりますかといただいてるんですが、私は今多分一番透けやすい色を着てるかなと思うんですが、透けてないです。うん、大丈夫、大丈夫そうです。はい、じゃあ下着の色だけ気をつけていただけたらと思います。はい、はい、最近ワンピにハマってます。ウエストマークとかできる感じですかね、といただいているので、ちょっとしてきます。可愛いと思います。ね、可愛いよね。ね、ちょっと上ら辺でウエストマークしてもらうと、またスタイルアップ見えすると思います。あ、黒買いますって。ありがとうございます。グリーンはね、合わせるとこんな感じです。めちゃくちゃトレンドっぽくて可愛いですよね、これも。このシャツ生地とニットの袖口が、合わさってるのが可愛いです。あ、お腹周りはね、めちゃくちゃ余裕ありますよ。人月さんはちょっとね、ここが浮いてしまうかなとは思うんですが、割と余裕があるので、ゆったりと着ていただけます。はい、ウエスト
くなりますよね。確かに確かに、こういう素材と特に、はい、あ、ポケちゃん緑着てほしい。冬物のガッツリアウターでちょっと季節的になくって申し訳ないんですが、私がね、去年めちゃくちゃ愛用してた988やったかな、ちょっと待ってくださいね、アウターがあるんです。あった、 K988 っていうアウターがあるんですけど、それやったらいけると思います。このアームホールが割と広めの作りだったので、 K988 とかがね、今年もね、また新サイズかな、お追加になって販売があるので、ぜひそれゲットしてみてください。あとはもうトレンチとかも合っちゃうんですけど、やっぱ中がニット生地なので、普通の、ね、冬物のアウターを合わせられる方が多いかなと思うんですけど、結局関係なし、ちょっとメモしといてくださいね、まだ先なので、はい、うん、あ、シャツ部分生地固めですか。生地割と柔らかめです。張りもとろみも両方あるような、結構一般な生地、一般な、なんていうんだろう、ブラウス生地みたいな感じですね。すごいやめパリパリ感ととろみの間ぐらいの感じかなと思います。みーちゃんのベルトの選び方知りたいです。 OK です。ベルトはですね、こんな感じで余ったものを、これを下から上に入れてきます。下から上に入れたら、ここの穴ができるじゃないですか。で、穴に上から通す。これでベルトの余ったところが下がってくれるので、はい、あのベルトループがないお洋服にこんな着方ができます。あのコーディネーターズのリールにもよかったらベルトのやり方上がってると思うので見てみてください。はい、あ、かわいい。緑もめっちゃ大人っぽくて、深みがあってかわいい。今日ご飯食べて多いよね、秋冬流行が。そうですね、割と去年からなんかもう流行というよりかはもう定番になってきてるような感じがしますね。はい、途中から来たのですが、今日ベスト紹介ありますか。ベストはなーです。はい、すみません。ぷくちゃんよりも少し、はい、身長があるんですが、足を出したくなくてブーツ履かないから悩んでます。青いから塗ってほしいのですが、ぷくちゃんは少し、あー、なるほど。ブーツ以外は絶対、はい、見てみましょうかね、うん、で、今ちょっと素足なんですけど、もうちょっと暖かくなってきたら、あのタイツ合わせとかしてあげると、あの足隠れる感じはするかなと思います。あとはリギンス合わせとかかな、もうおすすめです。はい、うん、ね、黒と緑ありますよね。あ、緑かわいい、黒ほど重たくなると、確かにここでトレンド入れられるのいいですよね。スニーカー合わせをしてきたんですが、私で、スネの真ん中ぐらいなので、腰キャスだとこのぐらいかな、うん、になると思います。タイツかな、タイツですね。いいですか、秋冬だったら、うん、タイツ合わせとかもいいと思います、うん、はい、ブーツのなんか無理な感じが苦手とかやったら、あのシアーブーツとか、さっきぷくちゃんが履いてくれてたのがメッシュブーツなんですけど、はい、あのこの春に出たメッシュブーツっていうのもありまして、さっきよりかはちょっとあのこの感じが細かいので、メッシュブーツの方があの通気性はいいかなと思うんですが、この透けてる感じもすごい可愛かったりするので、ブーツ、あのこもる感じが苦手でお嫌いなのであれば、メッシュブーツとか、スルーブーツだけみたいなのもあるのでおすすめです。はい、うん、あ、ククちゃんベルトマークしてほしいです。あ、ちょっとここ破壊してありますね。ありがとうございます。ポンチジャガーパンツの紹介終わってしまいましたね、皆さん。見てみさん手目でワンピと一緒に紹介してます。なので IGTV ご覧いただくときは割と前半目を見ていただいたら出てくるかなと思います。はい、あれですよね、カメラ越しでも多分聞こえてますか、ね、ぐらいすごい、こんな重みあったんやね、今日すごい、なんかさベストマークするとこな感じ、うん、かわいい、はい、ベストマークのおすすめです。中にヒートテック着たら着けますかといただいてるんですが、あの、ね、ヒートテック黒じゃなかったら大丈夫だと思います。あ
あのベージュのヒートテックあるじゃないですか、とか白のヒートテック、はいはい、合わせてあげたら大丈夫だと思うので、それを合わせてあげると割と冬本番ぐらいも着れると思います。うんうん、ありがとうございます。ゆみさん、メッシュブーツ、あいみさん、さんです。ありがとうございます。